今日ちょっと大好きでいいかもわからんよ僕ですか、うん、これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほうほうほう、ほんで山の上で、うん、あの穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言って、うん、お父さんと2人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、うん、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよ、うん、で綺麗に見えて、で見終わった後にほんな帰ろうか言うてこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、でええよ言うて、大輔お前早なったんか言うて、負けへんのちゃう言うて、ほんで行くでよーいドーン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、はい、でお父さんだいぶ先行って、はい、で僕真っ暗やから怖怖ってお父さん待って言うてガー走ってたんですよ、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、ほんであの真っ暗なんですけどあの自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうん、ほんで、あ、もうあかん、ゴールや、思って、ほんなお父さんが、よっしゃ、勝った言った瞬間に、シャーンって言うたんですよ。シャーン言うて、うわーって言うてるんですよ。ほんで、バーッ近づいていったら、その駐車場のとこに、あの、鎖が張ってあったんですよ。で、親父気づかんで、よっしゃ言うたら、シャーンって言うわーって言うとるんですよ。うわーって言うお父さん、大丈夫言うて。あ、お前、大好き言うて。来る時なかったよなこの鎖。来る時なかったね。はい。行きます。うわ、大輔。今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよ。もう自然にね、自然に体がね。宮川大輔さんが非常に好きで、ちょいちょいとあのオチがついてないところがあるんですね。そこはあの強引にあのこう擬音でこうあの切り抜けるみたいな、そこがあのすごい素敵だなっていう。喋り方にすごい特徴があるっていうか、それですごいやっぱインパクトがいつも残るのがやっぱ宮川大輔さん。滑らんな、滑らんな、滑らんな。ボディーランゲージを交えながら、あの宮川大輔さんが面白いですね。宮川大輔さん、素晴らしいこう動きとね、擬音で宮川大輔さんが好きですね。毎回爆笑させていただきますね。あの体の動きとあの言葉と、やっぱり宮川大輔くんでしょうか。ゴールデンという抑圧の中でどれぐらい羽を羽ばたけるかっていうところを非常に注目しております。大阪の時の話なんですけど、はいはい、今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよ。ほんならあの、まあ、そこのサウナものすごい小さいんですよ、うん、3人ぐらいで入るぐらいのサウナで、で僕と後輩が入ってたんです、こうやって。ほんなら一人入ってきはったんですよ、うん、ほらその人はもう、まあ、こっちの方やったんですよ。あ、ですごい柄悪い方 で、うわ、怖っと思って、僕と後輩、ビカってなりながら、こう前にバーン座らはったんですよ。で、こうやって、ダーン座らはったんですよ。で、怖いなと思って。で、こう、パッて見たら、この辺にものすごい傷があったんですよ。ぐわーって。で、うわ、傷ある、めっちゃ切られはったんかなと。で、ずっとその傷をこう、目で追っていったら、ここね、こう、ずーっと切れてて、こっから傷がちょっとなくなってて、息子がちょっと切れて、ここ切れてここ何十針縫うてあるんですよ。何十針縫うてて、ここ一針だけちょっと縫うてここまた10針ぐらいなんですよ。だからずっばいから多分へこってるやつあかんそこはみたいな、一瞬ちょっとなんかあっっていう、もう自然にね、自然に体がね一瞬ちょこっと切られたら一針だけで見る、これは男ならわかるよ、一瞬逃げちゃうからね、そこはね。根性とは別の問題、根性は本能だね。ありがとうございます。すごくいいですよこれは。おっしゃ、これ本当ちょっと前の話なんですけど、あの後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個
ガス東京ガスからの紙が来てて普段 見ない紙で開けてみたら、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ。ほんで、あの後から分かったんですけど、最近引っ越ししたんですよね。でいつも振りあの引き落としになってたんですけど、最初の月はなんか払い込んでくださいっていうそういうのがあるみたいなんですよ。で僕それを忘れてて、最初の月の払い込みだけ忘れてて、ずっと引き落としになってたんです。でもその最初の月の分が払い込まれてないんで、ガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ。でまあ酔いながらも、これもう払えるん明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えない、ちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで、部屋に慌てて戻ってそれを財布の中に入れまして、あこれ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思って、あの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、あのボールペンでガス代忘れないって書いてテーブルの上に財布で押さえといたんです。でそのまま寝たんです。で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いやおはようって言ったら、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、え何その感じって言ったら、え別に、うん、いや違うやん、それ言うてやなんやねんって言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いやなんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジっすよマジですよ、ね、でそれでもわからないから、ガス屋が誰かがわかんないから、ガス屋忘れないっていう、そうそう、ね、ガス屋言われてもわからないから誰やねんっていうから、そういうのおっしゃるわからなかった、全然わかんないです、ガス屋って誰やん、そんなふわっとした名前ならわかんないから、いや誰よ気持ち悪い名前ですし、誰よそれって言ったら、その紙を自慢げんかして、バカじゃないの言って、でそれでも紙が分かんないんですよ。でそれ見て、もうなんかわって分かって、説明がするのもなんか怖いじゃないですか。もう何かもう何が起こりすぎて全部がもう何やその感じ。決着つかないの。折り合いが、感情の折り合い、兼ね合いがガスよガスよ大変やな、大変っすよ、まあね、かわいらしいけどね、わかりました、いきます、はい、今日星が多めなんですけどね、星がしたということでね、僕ちょっとあの鼻輪が全然出てないんで、いいですか、まだ鼻輪でいきます、 ありがとうございます。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それが出てくるんですよ、振り向いてしょっくちな顔で、新山秀哉師匠という漫才協会の師匠が、あの普段は夫婦漫才で秀哉康子という漫才やってるんですけど、あのカツラなんですよ。それはあの漫才協会というか演芸界ではもう絶対いじっちゃいけないと、触れちゃいけないカツラでも、ずっとカツラで何時もやってきて、で今から6年ぐらい前に結構遅い時間の深夜番組で生放送かなんかで、僕がちょっと秀哉師匠のカツラをちょっとだけいじったんですよ。でどうせ見てないだろうなと思って、それをたまたま秀哉師匠が見てて、で連絡が来て話があると、あこれめちゃくちゃ怒られるなと思って、で師匠にお会いしたら、ありがとうって言われたんですね。実はもう何十年もこのカツラをカミングアウトをしたかったんだけど、もう今更カミングアウトできなくて、花輪君がいじってくれたおかげでもう今日からカミングアウトするタイミングができたって、で本当にその日からもう本当人が変わったように、みんなの前で「おい俺のカツラ見ろ」とか、もうしかも漫才の本ネタでも「私は桂小郎ですみたいな、そういうネタを入れるようになって、でもすっごいまた受けるようになったんです。でそれで本当に感謝されるようになって、で呼び出されて、花輪君には本当に感謝してると、でお礼がしたいって言われたんですよ。でいやそんな僕がお礼される立場じゃないですよ、いじっちゃったんですが、いやそんなことない、花輪君のおかげで僕は人生変わったんだと。で他の人にはちょっと嫌なんだけど、花輪君には桂取ったとこ見せていいよって言い出したんですよ。
でもそういうお礼じゃないと思ってたからだからごめんなさい、わあすいません、いやちょっと言葉出てこなくて、ね、すいませんっつって、そうだよね、急に言われてもそうだもんね、じゃあ何かあった時に見せるって言い出して、花輪君に何かおめでたいことがあった時に俺は見せるって、なかなか賞を取ったりとか、なんかそういうことなんでしょうね。でもそれからまあ1年経ちまして、うちに子供が生まれたんですよ。で子供ができましたって師匠に報告したらめちゃくちゃ喜んでくれて、というのもうちがあの結婚して5年子供ができなかったのを、その秀吉は優しいので、あの精力がつく生卵を定期的に送ってくださったんですよ。でそれもあったから、よかったな、花君に子供できて僕本当嬉しいよっつって、じゃあ見るって言い出したんですよ。僕もちょっと忘れてて、あそうか、おめでたいことあるって見せるって言ってたんです、はい、いえ、あーでもすいません、ちょっとごめんなさい、そんなつってまた言葉出てこなくて、そしたらあーそっかみたいな、ちなみに男の子と女の子どっちって、あ、じゃあ女の子だったんですよ、そうだよね、あーでも花君野球とか好きだから男の子で野球見に行きたいだろうから男の子が生まれたら見せようって言い出したんです。それからまた卵が送られてきて、で2年後にうちまた子供ができました。それで師匠に報告聞きました、はい、どっちって言われて、私女の子ですって言った、はあそっか、男の子だったらなねえ、じゃあもう一人、もう一人行こうっつって、それでまた卵が送られてきて、でそれから2年後またうち子供ができました、で師匠に報告行って、どっち、どっち、女の子です、女の子か、男の子だったらつって、今もこの現在も卵が送られ続けてるんですけど、まあそもそも僕は師匠のハゲを見たくて子作りに励んでないんですよ、はい、言うといた方がいいですよ、多分70超えたカツラのハゲを見たくて、それをモチベーションにしてる子作りしてる夫婦っていないと思ってます。だからなんなら2人だから3人ぐらいちょっとよぎるんですよ師匠。いやいや絶対いや。だからまず一応卵がすごいんじゃないかなっていうのもあったから、まあ結果的には3人の子宝に恵まれたので、まあ師匠に会った時に本当師匠のおかげで子供できたんですよ、したら。言ってました。モチベーションです。これがね、モチベーションです。ちょっと腹立つな。なるほどね。さあ、それではもうちょい行きます。あ、腹立つ。さっきから結構食べ物の話が出てまして、はい、僕結構あのカレーが好きなんです。カレー。はい、でカレーはもういろんなちょっと美味しいという評判のところに行っては必ずカレーを注文して。で僕のカレーの食べ方っていうのは、まずカレーが出てきます、まず見た目で、あーええー、なーと思って、まずそのカレーの雰囲気を楽しんで、でその次にこのスパイスのなんかあいい匂いがふーっと香りつく、あーええー、なーと思いながら味わうんです。でそれからカレーを食べ出すんですけども、つい先日もそのまあ、美味しいカレー屋さんに行ってて、はい、美味しい、ふーっと食べてたら、パッと見たら長いなんか茶色の髪の毛が一本だけあったんですよ。やっぱり食い物の中に髪の毛が入ってるっていうのは嫌やなと思いながら、でもちょこちょこ行ってる店なんで、お姉さんを、ちょっとお姉さん、ちょっとごめんごめん、髪の毛入ってる、ごめん言ったら、女の子も気づくと、あ、すぐ変えますから言うて、女の子がスッと引いた途端に髪の毛がシュッとなくなったん、ほんであれと思ってふっと見たら、ここのとこにカレーのついた髪の毛が、ほんで、でお姉さんも迷いながら、どうしましょうか。はい、いただきます。ね、結局は自分の自分の。あ、そんなまだ長いのは。あのこのね、91に分けてるんで。91で。
で、この91に分けてて食べるときは割と綺麗にセットして食べるんですが、そのたまたまわがままな髪の毛がこっちに来てて、で、ここはこうしてどうしても匂うもんなんで、匂いながら匂いよかいいなと思いながら近いんですよ、近いですよ、で、僕の髪の毛がふっといって、それがどうしてもどうしても気になったと思います今日めっちゃカレー食べたいですよ、ね、食べたくなるでしょ、カレー食べたくなる、カレーやめるから散髪してもらっていいですか、どっちもやめません、どっちもやめません、失礼します、はい、あ、出た、北見、おあ、伊沢さんと三層トーク、伊沢さんと三層トーク、さっきビビって思ってたからね、あの僕この後予選大会を勝ち抜いた男の滑るの愛ハンサムトーク、あ、出た、来たの、おお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 ハンサムトーク、さっきビビって思ってたからね、あの僕幼稚園の頃から今日までずっとモテ続けてるんですよまあシュッとしてるしね、EXILEみたいなね、モテ期が止まらないんですけども、でそんな僕も一番モテてた時期がありまして、それが高校生の時 でその高校生の時の話なんですけど、僕の高校生の時ってカラーギャングっていうものが流行ってまして、であのカラーギャングっていうのはその自分のチームカラーを決めてそれを身につけてるストリートギャングみたいな集団なんですよ、例えば青ギャングだったら青のものを何か身につけてるみたいな、そういう集団なんですけど、僕地元が新潟でして、新潟に白ギャングと赤ギャングっていうチームがあったんですね、でそのギャングちょっと変わってまして、メンバーが全員女性で構成されてるんです、で女性で構成されてるんですけど、なかなかイケイケですごい有名なギャングだったんですけど、ある時白ギャングに彼女がいる僕の男友達から電話がありまして、北見ちょっと大変なことになったと、どうしたって聞いたら、今彼女から聞いたんだけど白ギャングのリーダーが北見のこと好きらしいって言うんですね、うん、私もモテるね俺みたいな、いやそういうことじゃないと、白ギャングが敵対視してる赤ギャングのリーダーも北見のことが好きらしいって言うんですね、今モテモテや、白ギャングと赤ギャングで北見を取り合って抗争してるって言うんですね、で今日今夜白ギャングが赤ギャングを呼び出してちょっと話し合い決着をつけようとしてると、でもしかしたら怪我人も出るかもしれないと、で僕も彼女が怪我したら嫌だから北見が間に入ってちょっと止めてくれないかって言われたんですね、で僕もちょっと嫌だったんですけど、まあ友達のことなんで聞きまして、でその夜に指定された場所に行ってみたんですね、で空き地みたいな場所だったんですけど、近くに行ったらその女性の罵声やった罵り合いがすごくて、始まってるわ、お前何なんだよみたいな、ふざけんじゃねえよみたいな、でうわ嫌だなと思ったけど、はいって言ったんですね、そしたら女の子がバーって言いまして、で僕リーダーの顔分からないんで、その入ってってちょっとリーダー2人こっち来てくれっていう風に言ったんです、そしたら女の子が2人来まして、であれ北見くんなんでこんなとこいるのみたいになってるんですよ、もうリーダー僕のこと好きなんで、で僕は今俺を取り合って揉めてるんだろうと、俺を取り合って揉めるのはやめろって言ったんですね、で俺こういうのは嫌だし争うことも嫌いだから仲直りして、で他のメンバーも今日早く帰って解散頼むっていう風に言ったんです、そしたらリーダー僕のこと好きなんで言うこと聞いてくれるんですね、まあ、北見くんが言うならって言って、でその場握手させまして、で解散になったんですよ、そうなんです、で僕よかったらと思って家帰ったんですけど、で後日また僕に最初に電話かけてきた男友達から電話がありまして、北見大変なことになったと、大変なことになった、いやそんなはずないと、俺はお前に言われた通りちゃんと間に入って仲直りもさせたし大丈夫だと、怪我にも出てないし抗争もなかったっていうふうに言ったんですね、そしたらそうじゃないと、北見が仲直りさせたせいでリーダー同士が意気投合して赤ギャングと白ギャング合併して桃ギャングになっちゃったんです、僕あのハンサムすぎて一つのギャングチームを作り上げてしまったんです、このハンサムだ、良かったのか悪かったのか、俺ほどのハンサムだっていう、はい
ハンサムトークの完成ですよ。ヤングをつける力がある。ねえ、これ我々できないですもん、そんなハンサム。一つのジャンルまで作りましたもんね。いきます。いい感じでばらけております。ここで出ました。いやー、バッチリのところに出ましたよ、木村さん。ね、カツラをかぶるきっかけってあるわけですね。これをつけるきっかけってのは、まあ、何でもそうですけど、入れ歯を入れるきっかけ、眼鏡をかけるきっかけ、はい、最初の頃その、まあ、なぜかぶったかというと、まあ、毛が薄くなったからですね、はい、はげたからですね、はいはい、であのやっぱりあの別にあんまり気にならないと思うんですけどね、木村さんは。そうでもね、ああそうですか、はい、それでまあ、あのかぶる、かぶる決意をしたわけです、ね、はい、でかぶってやっぱりそのステージに出るということは結構勇気がいるわけですよ、はい、今までハゲてる、はい、ツルツルハゲてるわけですから、はい、急変するわけですね、はい、そうするとみんなの目も違うじゃないですか、はい、で最初すぐそのいいカツラに出会わないわけですね、はい、やっぱりあの辺の町の商店にある普通のカツラ屋店をこう回って、はい、ずっぽりのカツラを何個もこう着用しながら、はい、あのそれこそありますよね、ええ、あのそうそう、ひらがなでカツラって書いてるみたいな店、そ う, そ, う、うん、そういうところに出入りして、はい、でもつてもないですからね、はい、でも出入りして、まあ、かぶってなんかやっぱりこう、仮想行列みたいな頭になるわけですね、なんかこう分厚くて、そうなんですね、でみんなジロジロ見るわけですね、ハゲてる時よりみんな見るわけですね、だからそれは全く違和感っていう意味は、ええ、そうか。それでまあ私もまあ芸人をやりながらまあ舞台に出てまあみんなその頭をジロジロ見て笑ってるわけですよ、ね、いやこれはまずいなと、なんか方法を考えないといけないと、でやっぱりこのお金を出せばいいカツラが買えるんですけど、まあその当時金があまりなくて、まあそういうカツラをかぶって頑張ってたんですけど、ある日ですね、私の大先輩がものすごいいいカツラをかぶってて楽屋で2人だけご一緒になったわけですね、ええ、そしたら私のそのカツラを見てね、それおかしいよと、はい、うん、木村さんそれはね、うん、ちょっとあの分厚すぎるよって、うん、それで私もちょっと専門用語がわからないんですけど分厚い、どこから見てもカツラに見えると、まあそういうことでしょうね、はい、それであの言われたものですから、いやこれまずいなと思って、実はね僕は紹介してあるよって、うん、でその人もカツラなわけですよね、はい、で私はその人のその使用前を知らないわけですね、はい、そうですね、ええ、全くその中身を知らない、そうですよね、あ、そうなんだ、いいんですか、いいんですか、でその時はまた断って、また仕事で会って、はい、もうそのたんびに紹介してやる、紹介してやるって、はいはいはい、結構遠慮してたんですよ、はい、やっぱりその人と同じところのカツラをかぶりたくなくてね、はい、そしたらもうしつこく言うもんですから、はい、じゃ あ, あの紹介してあげましょうということで、私にあの そこの名刺をくれて、ここに電話をしてください、はい、電話をしたら、はい、その人の担当とは別な人が出て、はい、はい、じゃ あ,、うん、あのお越しくださいと、はい、そして行ったら、あの人すごい勧めるんだけどどうしてですかって聞いたら、実はね勧めて一個 誰か一人をこう紹介すると、その自分が今かぶってるカツラがサービスだという話を聞いたわけですね、結局一個そのやっぱ 5,60 万するわけです、あそんなに、それがタダになるわけですね、タダになるわけだから、それでまああの人の意図が分かって、で何年かこう日常の生活が進んでいって、私もちょっとブレイクするきっかけができて、そしたら何年かしてるうちに、その紹介してくれた方がですね、はい、突然死んじゃったわけですね、亡くなっちゃったわけです、はい、これもそれも私もカツラを紹介してもらったん で、ね、もうとにかく、葬式に行こうと、はい、まあ、通夜には行けなかったんで、はい、告別式に参加したわけですね、はい、参列したわけですね、はい、そしてまあ入っていくじゃないですか、はい、で映画ありますよ、パッと見たらね、そのカツラをかぶってない時の写真だったわけです、こんな顔だったんだってじーっと見て初めて見たんですよ、はい、驚きましてね、これは参ったなと思って、それであの関係者の方がその棺に入ってるその先輩を見てくださいって言って見に行ったわけですね、はいはい、そしたらカツラをかぶってるわけですよ、こっちは貴族、だから私は2人見てるわけですよ、全然別人なわけですよ、です、ね、まあ、もちろん顔は変わってるし、白っぽくなってるし、そのカツラがですね、その私が普段見てるカツラとずれてるわけですよ、横へ、はいはい、もう横になられてますし、ね、もう横になってるし、なんか全然違うんですよ、ね、ですよね、普段かぶってるかっこよくかぶってるのに、あ、これはかわいそうだと思って、はい、私は
人がいなかったんでね、先輩すみませんっつってね、カツラをずらしてあげたんですよ。ところがですね、動かないんです、これがね。顔が動いちゃって、やばいと思ってそのまま。これ参ったなと思ってね、はい、顔が動いちゃったの。顔が動いちゃった。大丈夫か、そんなことして。いやかわいそうじゃないですか、あのままの姿でこう焼かれると、これは参ったなと思ってね、ちょっと止めてあるんでしょうね、うん、だから私はね、その時にね、ああこれはもう自分の人生に重ねたわけですね、はい、これをね、うん、あ、私も最終的には終着駅はここなんだと、はい、いつかはね、いつかはね、はい、あ、これは家族に戻って帰ってから家族にちゃんと話をして、はい、もし私が亡くなった時は、そういうことがあった時は、うん、あの家とこっちの顔と同じものにしてくれと。それどっち、かぶってるの、かぶってるのとこっちのと全く同じにしてくれと。それで、ね、はい、そのカツラをもう接着剤でね、はい、ビャーッとそれこそこう動かしても、はい、この動かないようにきちんとかぶってかぶして私を見送ってくれと私は家族に相談したのであります、はい、そこまでです。したのであります。軍人か。いや、勉強になりましたけどね。へー、あ、そういうこともあるんですね。ほっしゃ、これほんとちょっと前の話なんですけど、あの後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個ガス、東京ガスからの紙が来てて、普段 見ない紙で開けてみたら、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ、うん、で、あの後から分かったんですけど、最近引っ越ししたんですよね、うん、でいつも振り、あの引き落としになってたんですけど、うん、最初の月はなんか払い込んでくださいっていう、そういうのがあるみたいなんですよ。で僕それを忘れてて、最初の月の払い込みだけ忘れてて、ずっと引き落としになってたんです、うん、でもその最初の月の分が払い込まれてないんで、ガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ、うんうんうん、でまあ酔いながらも、これもう払えるんは明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えない、ちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで、部屋に慌てて戻って、それを財布の中に入れまして、あ、これ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思って、あの電話の、家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、あのボールペンでガス代忘れないって書いて、テーブルの上に財布で押さえといたんですよ。でそのまま寝たんですよ。で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いや、おはようって言ったら、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、え、何その感じって言ったら、え、別に、うん、いや違うやん、それ言うてやん、なんやねんって言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いや、なんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よ。マジっすよ。マジですよ。ほんでそれでもわからないから、ガス屋が誰かがわかんないから、ガス屋は忘れないっていう、そうそう、ね、ガス屋言われてもわからないですから、誰やねんっていうか、そういうのおっしゃるわからなかった、全然わかんないです、ガス屋って誰やん、そんなふわっとした名前なのわかんないですよ。いや誰よ、気持ち悪い名前ですし、誰よそれって言ったら、その紙を自慢げん出して、バカじゃないの言って、でそれでも紙が分かんないんですよ。でそれ見て、もうなんかファッて分かって、説明がするのもなんか怖いじゃないですか、もう何かにも何が起こりすぎて、全部がもう何やその感じって、めっちゃ汚いの、折り合いが、感情の折り合い、金合いが、ガチよ、ガチよ。続きまして、ここです。あ、意見の話をしましょう。あの、ほんならね、娘まだ2歳と4歳かなんかちっちゃかったよ、まあ、1歳と3歳やったかもわからんわな、で店、あの風呂の中ギャギャギャ騒いどるから、で風呂で、まあ、出んでないって、俺も出て一緒に出てきて、な、娘ら2人ギャ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 言うとる、ほんなら嫁さんがバー来て、もうほら出て裸でいつまでもしてたらあかんの、はい、って言ってバッとバスタオルをな、はい、俺かぶせられてで頭が
こうやられたら俺こうしてやな、うん、ほんなあっと思って向こう思って、うん、ごめんなさいも言われ言いにくいんじゃないですか、あっ言うたら沈黙、俺ももう怒られへんやろ黙ったまんま奥さんでもちょっと間違えるぐらいで、じゃあさもう筋金入りの小さおっさんですからね、まあその身長で本当にもう財をなされた男です。じゃあ続きましていきましょうか、はい、いるわ、よかった、よかった、ね、僕あのデビューした時からまあ、ジュニアさん、まあ、千原兄弟さんにすごいお世話になってて、僕本当にデビューしてまだそのどこの馬の骨かもわからん時期に、うん、千原さんが当時大阪でやってた番組、まあ、早くで出してもらったりもしてたんですよね、で、あ嬉しいなみたいな日々があったんですけども、ジュニアさんってすごい普段おしゃれじゃないですか、うん、でそれ収録がね確か毎週土曜日かなんかにやってたんですけども、その時にいつも新しい服買ってきて、結構かっこいい服買ってきて、そのリハーサル終わったら買いに行ってその本番にその服で臨むみたいな、そのローテーションがあったんですよね、まあ僕肌がずっと見てて、で服買ってきたらいつもまず楽屋にこもりはるんですよ、で20分ほど出てこないんですよね、一人で、で一回ちょっと20分はちょっと長いよな試着にしても、ってちょっとそっと悪いですけどほんまにパッと覗いてみたんですよね、ほんなまあ、 鏡の前で新しい服着てこうジュニアさん立ってるんですよ、もうちょっと首斜めになってるんですけどもうすでに、こうやってパッと僕見てたら、毎週どうやら毎週兄さんすごいな、怖い絶対嫌や皆さんそれパコーンが下見ありがとうございますあの僕なんですけど、あの幼稚園から今日までずっとモテ続けてるんですねあのモテ期が止まらないんですよそうですけど、中でも一番モテた時期が高校生の時でして、その高校生の時の話なんですけど、あの僕の高校生の時はカラーギャングっていうのが流行ってまして、でカラーギャングっていうのはあの自分たちのチームカラーを決めてそれを身につけているストリートギャングみたいな集団なんですけど、僕地元が新潟でして、で新潟に白ギャンと赤ギャンっていうのがいたんですね。でけどこの白ギャンと赤ギャンちょっと変わってまして、あのメンバーが全員女性なんですよ、はい、である日その白ギャンに彼女がいる僕の友達から連絡がありまして、おい北見と、今ちょっと大変なことになってる、何って聞いたら白ギャンのリーダーが北見のことを好きらしいって言って、僕はモテると思ってたんですけどいやそういうことじゃないと、白ギャンと敵対意識してる赤ギャンのリーダーも北見のこと好きらしいと、北見を取り合ってギャングが構想してるって言われたんです、でそれで今日その白ギャンが赤ギャンを呼び出してちょっと構想になるかもしれないみたいな感じだって、で僕俺も彼女が心配だからちょっと北見がちゃんと間に入ってそれを止めてほしいって言われたんです、で僕ちょっと僕会ったこともないし、その白ギャンも赤ギャンのリーダーも会ったことないし嫌だって言ってたんですけども、どうしても頼むって言われたんで、僕その言われた場所行ってみたんですね、そして行ってみたらもう近く行ったらその女性の罵声すごくて、なんなんだタバーみたいな、うるせえよみたいなのもすごい聞こえてきて、いや僕も嫌だなと思いながらも入ってって、ちょっとリーダーの人っていう風に言ったらリーダーの二人が来たんですよ。でもリーダーの二人僕のこと好きなんで、あ北見くんなんでここいるのみたいな感じになってますで僕はそれで、いや二人とも今俺を取り合ってるんだろって、いや俺そういうことは俺嫌いだからやめてほしいと、仲直りしてくれっていうふうに言ったんですね、そしたら二人とも僕のこと好きなんで、まあ、北見くんがそう言うならみたいな感じになったんですよだから僕それでじゃあ二人とも今日握手してもう解散しよう、もうみんな家帰ろうみたいな感じになったら、その二人とも握手してその場解散になったんですね、で僕もああよかったと思って家帰ったんですよ、
そしたらけど後日またその僕に電話かけてきた友達から電話ありまして、北見大変なことになってると。北見が仲直りさせた時に赤ギャンのリーダーと白ギャンのリーダーが意気投合して合併して桃ギャンになったって言って、そうです、色混ざってそうです、僕ハンサムすぎてあの一つのギャングを作り上げてしまった。炸裂ハンサムトーク、すごいスケールがすごい、すごい、それな聞いたことない、そんなことない、すごいね、ちょっと行きましょう、参りましょう、はいどうぞ。これはですね、マクドナルドに行って、でそこでちょっとまあお茶飲もうかなと思って一人でわーって上がったんですけど、まあ結構混んでたんですけど、カップルが二人おって、で一個挟んでまだ空いてたんで、ちょっと挟んでここに座ったんです。ほんでまあ食べようかなと思ったら、こっちのカップルの男の人の方が彼女に平浜でも行くっていう話になったんですよ。白浜でも行く？白浜です、白浜です、ちょっとこう、はい、ちょっと受けてはるんで、うん、平浜でも行くって言うから、まあ行ったらええんちゃう思って、まあ時期もええしなーっていう話になったんですね。ほんでまあちょっともう食べるのまあ4割こっち6割ぐらいの感覚になって思ってて、でまあええわ思ってたら、女の子が急にその彼氏ですねに、あのこれプレゼントやねんって言って箱を渡したんですね。ほんだらその男の人が、うそマジ嬉しいわ、サプライズや言うてはるで、あサプライズよかったな思いながらビーバーで飲んでたら、マジで嬉しい、俺が欲しかったやつかな言うて、ほんでまあええんちゃう思って、でその人がカパッて開けたら急にね、何これって言うんですよ。あれさっきまで白浜でも行くって盛り上がってわーって言ってた、何があったんやろ思って、もうその段階で僕もガン見してるんですよ。急にほんで、って言って中から出したら阪神タイガースの帽子やったんですよ、で俺こんな欲しい言うた、俺欲しい言うたのハンキングの帽子だって、ハンキングの帽子じゃない、俺これ言ってないよ、俺ハンキングの帽子で、もうハンキングの帽子やんか、普通間違えるって間違えるわ、でも誰も悪くない話だよ、発熱がお前が悪い、ちょっと肩寄るな、ね、まあ他局でね、申し訳ないんですけど、何年か前にね、ガキの使いっていう、まあ番組はずっと僕25年ぐらいやらせてもらってるんですけど、この後ガキ使の舞台裏で起きた滑らない話、ひとし松本の滑らない話、10周年おめでとうございます。10周年おめでとうございます。まあ他局でね、申し訳ないんですけど、何年か前にね、ガキの使いっていう、まあ番組はずっと僕25年ぐらいやらせてもらってるんですけど、その時に、まあ、あの番組は一応なんかこう、まあ毎週とまではいかないですけど、まあ実験的なことをね、ちょっとやっていこうっていうコンセプトではやってるんですよ。ほんで何年か前に一回考えたのが、なんかおなら対決みたいな、おならのこき合いでなんかみたいな対決を企画して、そんなもんおならなんて自然に出るわけがないので、まあそのでっかい注射器みたいなのに、まあゴムのこんなチューブでおけつに先入れて空気をある程度溜めて、みんなでいろんな音色のおならをこう対決みたいな、まあ企画でやったんですよ、会議で。じゃあまあおもろいんちゃう、いけんちゃう、じゃあ来週やろうねって、まあ会議一生懸命やって帰りますよね。ですがその収録の日ですよ。でもああいうのってまあ皆さんご存知でしょうけど、結局 AD とかスタッフがみんなシミュレーションをね、ほんまにちゃんとできるのか、でどれぐらい入れたらちょうどいいのか、入れすぎてもあかんし入れなすぎてもあかん、でどんな風にやったらどんな音が鳴るのかって、みんなやっぱりスタッフもやってくれるんです。で、まあ我々にもこうしたらいいんじゃないですかとか教えてくれるために、まあ昼からやってるんですよね。で我々にしたらまあ夕方ぐらいにまあダーッってまあ入るんですよ。なんかね、めったにそんなことないんですけど、なんかその日段取りが悪くて、だんだん俺本当にね、25年やってて、そんなこと2、3回しかないんですけど、
何待ちやこれってなって、ちょっとさすがにだんだん腹立ってきて、ちょっとセット見に行くって言ってセット見に行ったら、またなんか僕がねその会議で言うたイメージしてたんとなんか全然違う感じのセットで、さすがにちょっとあもうええわちょっと集まれって言って、まあこんなの本当ないんですけど、もう僕のまあそんな大きくないくない楽屋にね、もう男ばっかりですけどね30人ぐらい並べお前らって言って、どういうことやと、セットも俺の言うてたんと全然ちゃうし、何のための会議やと、こんなもんね番組っていうのは信頼関係でやっていかないとあかんねやって言うたんですよ。ほなこうみんなパー立ってるんですけど、何人かがもう震えてるんだよ。嘘でしょ嘘でしょ、あれあれそう嘘やろで俺トーンがめちゃめちゃ高かったから、その時は分からんかったんやけど、ちょっとトーン落としたら至る所で屁こいてるんだよ。とにかくみんなもうシミュレーションで屁が止まらんのよ。でもみんなグーなってて、俺もうやばいと思ったんやけど、その振り上げた拳を下ろされへんから、なんか、ま、兵に負けるかって兵対俺みたいになって、衣装もな言うてたんとちょっと違うしななあとか言うたら、なんかブーブーなあブーなあブーみたいな。で一番偉いあのチーフの柳岡っていうのが一番兵こいてるやつ、前行くでしょ松本さんがこんなに言ってんのねって言って、ケツバーン蹴ったらブリブリブリ全員で大爆笑してる。へーって偉大やね、へーって偉大やね。いやあれは笑ってまうわ。あれは奇跡のような出来事。疲れた。じゃあ行きます。よし。あ、小籔、中学とか高校とかの時に同じクラスじゃないけどもお互い顔知ってる女の子と喋ったことないけどお互いちょっと意識し合うというか、向こうも自分のことええと思ってんのか、僕もちょっと可愛いなと思ってんのか、なんかチラチラ廊下ですれ違う時目だけパッて合うけど喋ったことない、お互い意識し合う異性みたいなっていうのはまあなんか学生の時あると思うんですけど、僕はあの学生時代にあのお葬式に来まして、それが告別式というかなんですけど、お家のであのお葬式があって、で外にはこうテント、白いテントであの下でおじいちゃんとかおばあちゃんとかおっちゃんとかお茶飲んでる状態みたいな、僕早めに行ったんですけど、ほんなら若者は僕だけしかいなくて、でだんだん人がバー集まってきたらちょっと若者も来るみたいな、で僕の周りには結構テントから出てきたおじいさんおばあさんおっちゃんおばあちゃんが周り囲まれてて、でああまあお葬式かと思ってたら、ここにちょうどあのこれぐらいの高さですかね、ハゲたおっちゃんここにおったんですけど、もういかにもバーコードというかバーコードの例、バーコードハゲとはもうこのことだっていうぐらい両サイドが黒ってなっててシャってなってるんですね。ああこれバーコードやなとか思いながらこう、ほんなら夏じりじり照りつけてるからだんだん油っぽくなってきて、ああまあそうかとか思いながらずっと見つめてたらですね、まあ、金分がバーッと飛んできて、まあまさかなと嫌な予感するなと思ったらそのバーコードの上にパッと止まったんですよ、でまあまあそのこともあるわいなぐらいだったんですけど、ずっと見てたらこの金分としてもそのバーコードだけではちょっと心もとないからちょっと上に上がりたいと、でも落ちるみたいな、右斜め上上がっていってちょっと下がってもう一回右斜め上上がっていったんですよ、なんかこうなんですか音符みたいやなっていうか思うわけですよね。なんかあこう5本線になんか全音符が乗ってドレミドレミみたいな、まあこれまあチューリップやったら咲いた咲いたやなとか思ってだんだんちょっと笑けてくるんですけど、周りおっちゃんおばちゃんばっかりが僕めっちゃ背高いから浮いてるんですよ、だからここで犯人焼けとかなったら絶対あかんと思ったから、あかんもう見たあかんぞと思ったら、まあこうおっさんがんってなんか違和感感じたんでしょうね、パッてやったんですよ、だから分パーって言って、でバーって言ったらまたそこ来たんですよ、であもうこれ以上わらかさんとってはかなぶんと思ってたら、うん、もがいてるんですけど、こう紙でこうなってるからおっさんも気づいてなかったんですけど、もうなんですかね、もがきもがいてるから爪がおっさんの皮膚にサッて当たったんですよ、だから周りに聞こえるか聞こえへんかぐらいの声でいたって言ったんですよ、おっさんが
それが痛じゃなくて痛ってなったんですよ、うん、あれなんで俺の頭皮いきなり痛なんのっていう疑問系やねんっていう感じで痛って言ったんですよ。めっちゃ笑けてきて、もう絶対笑ったの周りもう葬式やのに俺笑ったらあかんやの痛って可愛いやんとか思ったら笑けそうになってたら、だからバッておっさんになったらブーってなったら金分やったんですよ、うん、おっさんも気づいて、はいこいつかみたいな感じで、はいはいはい死ねって言ったんですよ。葬式で葬式でみんなシーンとしてお経がバーン並んでるので、僕もって笑ってもうたんですけど、周りはおじいさんばかりはもう怒んないですみんな。でもここにおった50ぐらいですかねのおばちゃんもパッて見たらおばちゃんもこう笑ってて、ほんで僕もちょっと笑ってる、パッて見てあみたいな、なんか今の聞きましたよねみたいな、板も聞いてましたかみたいな感じだった。地元一緒やったからちょいちょいそれからそのおばちゃんと会うんですけど、そのおばちゃんがごっつ色目つこってくるというか、前あのことで一緒に笑い合ったお兄ちゃんやねみたいな感じで、こうすれ違う時いつもチラチラこう見てくるんですよ。ほんで一回僕が南海電車から降りてロッテリアの前でそのおばちゃんが自転車乗ってるんですけど、僕パーってあまた見てくるやろうなと思って見てたら、おばちゃんが見てた僕にパッて気づいた時に浅野敦子みたいに髪かき上げたんですよ。ない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 、確かに悪いけど、やそういう意味ちゃうから悪だけど、あんたとそんなことならんからっていう。だからその50歳ぐらいのおばちゃんとしらしら目合うだけでお互い意識する関係になったことが一度ありますという。いやー滑らんねー。あーすごいね。気持ち悪かった。気持ち悪い。じゃあ皆さん、はい、これでラストに、はい、いきます。いきます。うん、あ、長崎これは意外と早めに来ましたよ。正規ルートで、はい、僕のちょっとお母さんの話なんですけども、ちょっとこうおバカちゃんというか、とかあの留守電でもあの同窓会の招待状が来てるから送った方がいいかなっていう1件目の留守電が入ってて、で2件目にさっき留守電入れたから留守電聞いてねっていう留守電が入ってるんですよ。ボイコッチャーみたいな。である日その実家に帰ってちょっと卒業アルバムを取りに帰ったんですよ。であの番組とかでちょっと子供の頃の写真とかを使うからって言って、じゃあ僕持っといた方がいいねって言って、あの実家に行ってあの卒業アルバムあるって言ったら出してきてくれたんですよ。まあそれは小学校の卒業アルバムで、ただそのもうカバーあるじゃないですか、このケース入れ物の。でそこにもうなんか井上さん090みたいなメモしちゃってるんですよね。もうその時点でちょっと嫌な感じじゃないですか。あ、そうやね、ちょっとね、何メモっちゃってんのっつって、それしかない時あると、あーやばいっていう時は卒業アルバムしかない時あるって。ないでしょ。ないないない、絶対アウトですと、はい、でもしょうがないな、もうなんだよと思って、でまあ卒業アルバムをバッて見せたら、うん、僕んとこ6年何組ですとバッてあって、でそこにこう矢印引いて、うん、これひろなりって書いてあるんですよ。これでその矢印の先が俺じゃないんですよ。誰とどっかでチェンジみたいな。全然違うんだよ。まあそんなお母さんが。いきます。あ、陣内。はい、TMC っていうスタジオあるじゃないですか、うん、はい、東京メディアシティっていうキルタスタジオに、よくもあれっていろんな各局の番組を収録して、うん、ドラマとかも撮影されてるんですね。そうそうそう。で僕ちょっと早めに仕事が終わったんで1時間ほど早くその TMC の学園に入ったんですよ、うん、はい、でそれは特番の収録やったんですけど、うん、まあ、ちょっと休んどこうと思って、うん、で学園に入ってテレビつけたら、うん、あそこの楽屋っていろんなスタジオが映るんですよね。収録してるとことか、それこそリアルにドラムが撮ってるところとかが映るんですけど、僕がパッとつけたらたまたま僕が出る特番のあのカメリアをしてたんですよ、スタッフの皆さんが。で首からねこう名前をぶら下げてるんですよ、タレントの関根勤とか鈴木奈々とか、うん、でも陣内智則ってつけても AD の、あここに座んねやとか思いながら、まあ、どんな番組知らなかったんで、ほんならそのカメリアなんでこう司会者の人がちょっとこうスタッフだけで楽しむような感じで、うん、関根さん今日何食べたのみたいなことを言ってるんですよ、うん、まあ、関根勤と扮する、まあ、AD が、うん、あカレー食べました、うん、みたいな
別にそんな大した話じゃないですけど、うん、それでクク笑ったりしてるんですね。早いからね。うん、で鈴木奈々ちゃんの AD の女の子に、うん、あの靴汚いね、うん、って言う。うん、ほんであのカメラさんがバーって靴を寄ったら汚かったんですよ。うん、ほんでまあバーわー笑ってるんですよスタッフが。なるほどね。ほんでその司会者が今欲しいもの何って言ったら、まあ、鈴木奈々扮する AD の女の子が、うん、お休みです。そこは靴だろお前みたいな感じはでももう芸能人の感じでやってんすよ。次僕扮する陣内智則に、陣内君はいいね、今日終わったら奥さんの手料理食べれるからって言うてんすよ。おあれって思って、ちょっと待てよ楽屋でな何この感じだ、僕扮する AD のやつがちょっとニヤッとして、いや僕奥さんいないんですよって言ってるんですよね、うん、あれなんかどっか聞いたことあるな、首なんか、うん、いや綺麗な奥さんで羨ましいよって言うてるんですよ、言うてるんですよ。でその僕扮する AD が、うん、いや離婚したんですよって言うてるんですよ、言うてる。司会者が、うん、って言うてるんですよこれ僕と松本さんがよく番組で陣内お前ええな奥さんおって、いや僕離婚してるんですよ、知ってるやろっていうくだりを僕がいないとこでスタッフがゴリゴリにいじってるんですよ僕を。これ何やこれ思って、なぜ帰ってきてこんなとこでこんないじり方してんねや思って、ほんなら司会者が家帰って奥さんおるからね、で僕が僕扮するやつが、いや僕離婚したんですよ、でそいつが言うて、僕扮する AD が、いや知ってるでしょ言うてケタケタ笑ってるんですけど、その司会者の首から草の人して絶対せえへん草のさんそんな金せえへん絶対草の人そんなこと絡んでこうへんと、同じ人としても全然ちゃうからただやりたかっただけみたいな、それ無理してもリアリティがね、そうなんですよ僕のいないとこでスタッフ同士がその絡みで遊んでるんやことにゾッとしてあれ見てまうわ、でもな見ちゃう見てまう何言ってんのかなっていう持ちネタとかやつがめんね、いきますあ、コムト。なんで今一回天を仰いでじゃなくて、もう確認を。あ、確認。はい。はい。お参りしますよね。いやもちろんしますよそんなの、はい、去年に後輩とお参り行った時の話なんですけど、明治神宮にお参り行きまして、で並んだのはいいんですけど。めちゃめちゃ並んでるんですよ参拝客が、もう大分遠いです、200メートル300メートル先ぐらいまでずーっと並んでる最後尾ぐらいあって、もうどうするって言ったんですけど、そのために来てるから、まあこれは待って、それは一番前まで行って参拝するのがベストちゃんとかって言って並んだのはいいんですけど、まあもうキツキツで、僕なんかちっちゃいんでもう背中でもうほんまにもう足元を見ながらこうやって行くぐらいしか、もうずっとこのペースなんですよ、ほんでやってたら多分そのカップルがその暇つぶしに始めた行動なんですけど、斜め後ろぐらいのカップルのある男性が彼女に対してしりとりしないっつって、まあ別にいやええよ すれば、で別にそんなに大きな声で言わんでもええしみたいなぐらいな、横におるのにいいよみたいな、なんか聞かせたいのかなぐらいのテンションだったら、もう嫌やな、もうそんなカップルのしょうもないしりとりなんかもそんな言うても、じゃあ僕から行くよっつってその男の子が、でまあ正月参拝明治神宮お参りいろいろまああるじゃないですか、その時ですから、じゃあ行くね、いちじくって入ったんですよ、何にも見当たらへんし、パッと見た、まあ、一軸最悪食うてたらまああれですよ、まあそうやね、パッと見たら全然食うてへんし、一軸から入んのまあええねんけども、まあ、いいですよ全然いいですけど、まあ、気持ちいい、一軸から入るんか正月でと思うわな、で女の子も全然別そこ笑うことなく、クジラみたいな、うん、で「ラね、うん分かったちょっと待って、ラグーン」って言ってもうすぐ運ついてるんですよわわもううわわわってなって、本当にもう気持ち悪い気持ち悪いほんでしかもラグーンって何やろ何なんラグーンってなんかまああるんやろと思って、でごめんよラグーンってうんついてるからごめんよ、ラッパに変えてくんない、そこラッパで行くんだ、もう急遽もラッパかよと思って
まあいいわ、もうこのカップル多分こういう感じなんやろうと思って、まあね、うん、女子がパーティー、うわパーティー、うわパーティーって、うん、で T、E、どっち、もう T も E もどっちでもいいやん、もう来なさい、E で行ってとかつって女の子が E で行く必要あんのかい、ね、男の子犬、女の子塗り絵、うん、で男の子エマ、やっとエマ出たと、やっとそこでエマ出てきた、ね、女の子マス、まあ、これぐらいのペースで進んでたんですよ、うんうんうん、あ、ペースで進んでるからもっとどんどん行ったらええと思ったら男の子がピタッと止まったんですよ、うん、数で止まると思って、うん、めちゃめちゃあるで素直か、逆にそんな詰まることないやろと思ったらどうやら何か覚悟を決めてた雰囲気がしたのでチラッと見たら、うん、彼女の方をもうパッと正面向いてるんですよ、うん、進行方向こっちなんですけど、うん、もう彼女の方向いて、うん、好きって言ったんですよ、うん、なかなかというか自分で仕組む割には偉いと思って偉い行ったなと思って、ほんでようまあ素で降りてきたなと思って、その感じで、ほんなら女の子がずっとこう、まあ、恥ずかしいし結構人もピッチピチの状態で好きって言って、うん、女の子がすごい戸惑ってちょっと間もあって、うん、女の子どう言うんやろうと思ったら、うん、女の子がキモいって言ったんですよ、乾杯でキモいって言われた、でも突っ込みたいけど絶対こんなこと言ったらあかんし、笑いたいし、でもこの辺つねりながら早参ってくれと思いながら、もうどっかで笑かしてと思ってわーって言っても全然詰まってるし、うわどうすんねんと、男がうわってキモいって言われたから多分焦ってるんでしょうけど、キモいって言われたことは多分否定はしたいけどしたくないみたいないろんな葛藤があった後に、男が女の子に向かって椅子って続けようとする、また素で返してあわよくば好きって言わせるみたいな、あそこまで考えてんのと思いましたけど、女の子がもうやめないって言って、もうそこでいいお参りできました、ほんまに、せめてラグーンで負けとけばね、ラグーンだよで、ラグーンって何、ラグーンって何か何かあるんでしょう、ね、ラブでいいと思うんですけどね、うん、そんなん言われたらなんかなんか恥ずかしいじゃない、まあ、いいきまーす、おー、来た、やらしい話じゃないですけども、まあ言うてもね、僕もその一応高級車というもんにね、はい、乗ってるつもりなんですよ、はい、で、まあまあもちろん買った時からもう最初からカーナビがついて、まああえて車の車種とかは伏せますけどね、でこの高級車のカーナビがなんでこんなにアホなんかなっていう、ほんとバカなんですよ、で今までイライラもしてたんやけども、でちょっと前にちょっと知り合いと待ち合わせをしてて、でその六本木三丁目の交差点で待ち合わせやっていうことで、でまあ六本木は分かるけど三丁目って言われても意外とどこかなっていう、大体の雰囲気は分かるけどいまいち分からんな、あまあまあカーナビはあるからそれでええわと思って、で僕渋谷の方からカーナビで一応六本木三丁目入れて、であのあれなんですか、あの道六本木通り、六本木通りか、六本木通りをもう六本木三丁目やからまあ多分あの辺やろ思って渋谷の方からこう向かってたんですよ、ほんなら高木町の高速道路の乗り口があるじゃないですか、あそこに乗せようとするの、すぐですよ、もうちょっとすぐでしょ、で俺三丁目は分からんけど絶対距離的におかしい、もうありえへんかなと思ってもう乗ろそうとするのやめて速道に行ったんですよ、なんか左へ曲がってくださいみたいな、もう左か、なんかもうなんか新しいルートを探しますって言ってなってるんですよ、左曲がってくださいまあ曲がるよそれやと思って、で曲がったらまた左へ曲がれってもう一回左曲がる、気づいたらまたそっち出てきてるんですよまたまたほんで高木町からまた乗せよういや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 ない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 それはないわ思いながらも考えられますわまた無視したったんですよ、ほらまた左曲がれ、はいはい、また左曲がれ、はい、また左、はい、また出てきたんですよ、はいはい、もう分かったと、はい、どういう決着をこのガキつけようかと思ったこの俺
臭すんやな。よっしゃ乗ったら、どんな決着つけんだ。高速もタダやないぞ。乗ったら高木町乗ったんですよ。乗って300メーターか400メーターぐらい高速をぐー走ってる時に目的地周辺です。お疲れ様でした。いや、そう、なんか新人さんがね。よし、じゃあこれも宮根さんでしょ。あの人ってあの人生の中で絶対笑ってはいけない瞬間ってあるじゃないですか、うん、この後情報ライブ宮根です。いやー宮根や、あ、参列した葬式で、あらよっと。ここからの放送は三菱電機花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。その普通のディナーショーとかいっぱいあるわけですよ。関係者の方にどれだけ迷惑かけてる。あの人ってあの人生の中で絶対笑ってはいけない瞬間ってあるじゃないですか、はい、でその代表的なのがやっぱお葬式で、はい、あの夏もちょっとお葬式あって、僕の年だったらあるんで、早めに行ったら一番最初だったんですね、はい、でそこちっちゃいお寺で、あのご親族の方はお寺の中で、はい、参列者はそのお寺の庭なんですよ、はい、で真夏やったんですね。でそこにバーッとパイプ椅子がいっぱい並んでて、真ん中にちょっとあの運動会で使うようなテントがあって、で、あ、そうか、これはもう暑いし炎天下やからおじいちゃんとか体の弱い方がこのテントの中入るんやな、うん、僕みたいな若い人間はテント入ったらあかんなと思って隅の方座ろうと思って、でこう行ったら朝からパイプ椅子出してあったんですよ。でお昼の2時ぐらいなんで座ったら熱っってなるぐらい、やけどするぐらいもう熱なってるんですよ、パイプ椅子が熱っって絶対座られへんわってなって、申し訳ないけどそのテントの隅に座らせてもらってたんですよ。ほんとは一人来はったんですよ。でうわ絶対この人もなるわ、絶対この人もなるわって言ったらその人も熱っってなって、でまたテントの方来はるんですよ。でうんねえみたいなったら、それまた女の人が来てスカートやから僕らよりもっと嘘じゃないですか、はい、ほんでもうへっちゃって来はったんですよ。ほんで3人が熱いっていう空気を強要したとこのテントの空気がもうおかしいじゃないですか、はい、もう3列が来るたびに、はい、絶対熱っていう絶対熱っていう、ここのテントの中のなんかこんなのかなって、うわっ、あったってなって、ほんで最終的に全員がテントの中でびっしりになって誰もここ座らんかったその当時テントぎっしぎしなんです全員が集まって。まあ分かりますわ、それは分かります。つらいな葬式は、とてもつらいなそれはな。いきます。あ、山内、はい、もう結構前の話なんですけど、うん、田舎の方にロケ行きますってなって、うん、おまわりさんのいない島に行くロケやったんですよ、うん、でそのおまわりさんもいなくて島は大丈夫なのかどういう島なのかみたいなのを僕らが調査しに行くみたいなロケで、結構なんか離れた離島に行ったんです、うんうん、で着いていろんな人にインタビューしようと思ったんですけど、なかなか捕まらなくて、やっと捕まった おばちゃんみたいな方に、うん、あのこの島どうですかって聞いたら、うん、おまわりさんいないプラス、うん、信号もなくて、うん、横断歩道とかもないんですみたいな話が出てきて、うん、それなのにこの島大丈夫なんですかって聞いたら、なんか逆におまわりさんいないことでみんながちゃんとしなきゃいけないって気持ちが生まれて、うん、で信号もないことでみんながあの周りをよく見て運転したりするようになってますって言ってるおばちゃんの後ろの道路で、80歳ぐらいのおばあちゃんが
原付ノーヘルで通ったんですよで結構な速度ですそれも。でもうブーンって通ってもうカメラもしっかり映ってるからこれはなんかもう使わないやろうけどいじらななんか気持ち悪いなと思って僕がそのおばちゃんにね今なんかノーヘルでおばあちゃん通りましたけどって言ったらそのおばさんがうんっていうかねあのおばあちゃんは無免なのって言ってたんですよ。もう崩壊してるやん全然成り立ってないやん秩序崩壊島が崩壊してましたでも安全なんやもんなでも安全って言ってましたけどどこが安全やんこうぜ村上全然転がらん急ブレーキやね今の若手やなそうすかはいめちゃくちゃプロデューサーが怒るようなこと言って中止にしてもかめへんかねえそうやからそれありやななしなしなしっていうぐらいそうかですけどあのこれ僕は小学校、はい、低学年ぐらいの時に話したんですけどうちでカメを飼ってたんですね、うん、でみんなでこう可愛がってて、はい、特に母親がそのカメをものすごい寵愛してたんですよ。ああでもうすごい可愛い可愛いって毎日話しかけるぐらい可愛がってたんですけどある時そのカメをの水槽をベランダに置いてたせいもあったんですけど、うんまあ、外で遊んでた子供たちがボール投げたか石投げたかで水槽が割れてしまっててカメが逃げちゃって、はい、でそれを見つけてわっカメいないどうしようどうしようっつって近所とかもバー探したんですけどもういないいなかったんですよ。でわどうしようもうでもこんだけ探していないからしょうがないかっつってみんなちょっと諦めムードだったんですけど、はい母親が、はい、そんなの絶対嫌だと私は子を絶対探すって言い出したんですよ、はい、でもまあもう見つからないよあんだけ探したんだからって言ってたんですけどだったら私張り紙を作るって言い出しまして、はい、犬を探していますみたいなありますね、はい、それで亀を探していますって張り紙を作るって言い出したんです、はい、でもそれを作ったところでその亀って大体同じような感じなんで無理だろうっていうふうに母ちゃんに例えば6歳言われたって分からないですよそうそうそうそれ無理だろうって母親に言ったらそんなことない何言ってんの私は子に毎日話しかけてた子を毎日見てた子のことは全部分かってるとだから大丈夫って言って、はいまあ、そこまで言うなら、まあ、僕らも亀見つかるに越したことはないんで、はい、じゃあ作ってくれっていうふうに言ったんですよ。で次の日学校に行くときにしたら電信柱に早速張り紙が貼ってあったんですよ。で亀を探していますって見たら書いてあって、はい、でちょっと絵が書いてあって、はい、あちゃんと作ってるわって書いてて下見てたら特徴って書いてあったんですよ、はいうん、あこれだと母ちゃんがずっと言ったのはって見て、はい、特徴のとこ見たらそこに書いてあったのが石に似ているって書いてあったんですよいやいや見つかんねえよそんなの何か余計分かりにくくなってそうなんですよ。うちの亀の特徴じゃなくて亀全体の特徴をいやいやいや石に似てるから、ね、るからね深みやな結局見つからないまま見つからんわなちょっと学校で石友達に持ってこられてふざけられてふざけられてこんな感じかこれやろすごいねそれは犬探してて狼に似ていると彼あ大輔はいこれは18歳の時なんですけどナインティナインの矢部と、うん、でカップルと、うん、それからホッシャンとホッシャンが当時付き合ってた僕も同期なんですけど、うんまあ思いっきりブサイクな彼女とそれで僕とその友達その矢部の付き合ってた子の友達だったんですよ、うん、でこれはまあええ関係になろうというとこですよ、うん、紹介みたいな感じでみんなでキャンプ行ったんですよ、うん、でいろいろあったんですよ、うん、なんかヤモリ焼いてなんか置いといて食べたらあかんで言うたらそのホッシャン の, 彼女が一口食べてたとかそういう子やったんですね。でいろんな楽しいキャンプがあってまあね窓開けてずっと山走ってたらいやー星田くんって聞こえたらそのよっちゃん言うんですけどよっちゃんの髪の毛にこんなスズメバチがついてたでよしこ動くな言うて取ったのかな言うてやるんですけど髪の毛の奥にスズメバチが入ってってよっちゃんがもう靴であー言うてこーんと
中いて、まあ、蜂も死んだんですけどものすごい痛かったっていう、まあ、そういう楽しいキャンプがありまして、うん、でも帰ろうと大阪帰ろうと、はい、その前にあのちょっと琵琶湖タワー寄っていこうと、うん、琵琶湖タワー、はい、もう今潰れてるんですけど、あそうか、はい、琵琶湖タワーに寄って、うん、ほんでなんかあのカートでも乗りに行こう言って行ったんですけど、うん、ほんで星さんのとこどうする言ったら、うん、いやもう僕らしんどいし行かへん言って、うん、でテンション低いんですよ2人、うん、なんでやねんって行こうな言ったら、いやもうほんましんどいしいいわみたいな、うん、もうええわ言って放って行ったんですよ、うん、で僕らでカート乗ったら1時間20分ぐらい遊んでたんですよ、うん、ほんでもう帰らない遅なるし言って戻ってきたら、うん、車が曇ってたんですよ、うん、でなんで曇ってんやろ思ってドアパッて開けたらもうあそこの匂いがしたんですよ思いっきり思いっきりエックスしてるやんけどしんどいんちゃうやんけどおとわよお前らくさいくさいキャンプ行った後なんでお風呂も入ってないでしょもうもろなんですよまだないですね窓開けて高速レーシング帰りましたはい大きいうちの母ちゃんちょっと変わってるんですよ、うん、うちの母ちゃん映画のジュラシックパークを見て、うん、うわ実話はすごいっつったんですねまあそういう人なんですよ、うん、でそんな数年前に僕仕事の前にちょっと風邪かなと思って病院行ったら、うん、即入院って言われたんです、うん、どうやら内臓の数値が非常に悪い、歩いちゃいけないって言われたんです、うん今すぐ車椅子に乗り換えてそのまま入院してくれって言われて僕そのまま入院になったんですで自覚症状なかったんで、うん、こんなに元気なのになんかそんなやばいのかなと思って入院してたんです、うん、そしたらその日の夜僕後から聞いたんですけども医者が僕の母親に電話して息子さん今夜が峠ですマジでって言ったんです、うん、ただ母ちゃんがそれ聞いて分かりました明日行きますって言ったんですすごい今夜本当に明日来たんですよ。うん、びっくり、もう俺生きてたからよかったですよ。死んでから会えてない。死んでから会えてない。すごい。すごいな。しかもですよ。僕東京で入院してて母ちゃんいるの埼玉なんですよ。来れるんですよ。それ来れるよね。来なかったんですよ。何やったんやろ。何やったんやろね。聞いときます。本当にあれ大好き。はい。僕コンビを、まあ、星さんと組んでたんですけど、ね、で別れましてでまあ一人で、うん、お芝居をちょっとしたいなと思って、うんまあ、舞台ばっかりやらせていただいたんですけど、うん、である舞台に出させてもらった時の話なんですけど、うん、まあ東京で1ヶ月ぐらいしてから、まあ、地方に回る、うん、で、まあ、1ヶ月終わって、まあ、1ヶ月の間に、まあ、みんなでなんか今日食べに行くみたいな打ち上げがあってでその1ヶ月の間にその主演の役者さんとあと、まあ、大御所ではないですけど、まあ、30ぐらいの女優さんで若手の女優さんこの3人がちょっと好き嫌い、 いや好きみたいなちょっとこうなんかその主演の男優さん役者さんにこう2人がちょっとこうグイグイっといってる感じがあったんですよ、うん、でそれ僕ずっと見ててあなんかすごいなと思ったんですよ舞台ってこうなんやなやっぱりとかでいろいろ思っててで東京が終わってで地方に行ったんですよで地方に飛行機で行ってで飛行場からちょっとしたバスに乗ってまあ、みんなでちょっとこう九州やったんですけど移動しようとで移動日やったんですよで着いてほんでまずその役者さんがドーンとこうバスの後ろじゃなく真ん中に座らはったんですよで僕そのちょっと2個ぐらい後ろに座ってでどう座らはんやろうその女優さんやらは2人はと思ったらその若手の子が初めその大御所のその男優さんの横ぐらいに座ったんですよ、うん、であ行きよった攻めよった、うんうんうん、ほんならその大御所の大御所というかその、まあ、女優さんがバーって来てその子の横に
バン座ったんですよ。だから、男優さん、そう、大御所の女優さん、若手の女優さんっていう並びになって、大御所さんが潰していったんですよ、うん、バーンとブロックしたんですよ。ほんでブロックしたと思ってね、で地方ですからこれ気合入ってんなと思って、僕はもう後ろでこうなってたんですよ。でまあ移動して、で1時間ぐらいこう、まあ、高速とか走ってたらインターチェンジに入ったんですよ、うん、休憩ね、うん、でインターチェンジみんなトイレ行ったりなんかね、いろいろこうタバコ吸ったりとかして、で帰ってきたんですよ。でその大御所の女優さんが遅かったんですよ。で遅いなと思ったらギリギリに乗ってきはったら、こうフランクフルトを1本持ってこう来はったんですよ。で初め僕、あフランクフルト買うたはんにゃ、あフランクフルトなんか食べはんにゃと思ったら、その今いただいていいですか、すいませんちょっと匂いしますけどみたいみんなに、はいって言ったら、そのね、あのケチャップとあのマスタード一緒のやつプチッと折ってこうチッチッてかけて、でそのいただきますって言って、なんかこう熱いわみたいなのが始まったんですよ。で僕初めんと思ったんですよ、んと思ったんですよ、んと思ったんですよ。ほなもうここについてるね、ケチャップとかこうプッとか音鳴らしたり、なんかこう、こう言ってんのに、暑いから、暑いわとか、そんな暑ないよな、一回出して、また、とか、なんか、チュパ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 チュ、すごいな、うわ、すごいな、と思って、すごいな、アピールがね、アピールが。で、それ、まあ、食べ終わらはって、まあ、なんてない話してるんですけど、その、あの、役者さんは一個飛ばしでまたその若い人とかになんか九州で美味しいもんあるよねみたいな始まったんですよ。であれあれあんだけアピールしてはったのにこれ無視されてるのかそれかどうなんやろうと思ってこう見てたんですよ。でまたあの1時間半ぐらい経ったらインターチェンジ入ったんですよ。ほんでまあみんなでまたトイレとか行って僕おもろいなと思って、ほんでまた帰ったんですよ。ほんでまたその大御所といいますか女優さんがまたギリギリなんですよ。であれと思ったらバタ帰ってきはったら、おうおう次はちょっと白っぽいでかいフランクフルトこうだったんですよ。え4名え4名1時間半やで女子やろ、おうおうちょっとペース早いな、ペース早いよ、おうおうフランクのフランクなんかもう一本でええでしょ一日もうまた行ったほな次はまたケチャップビューやってまた次でやってで次もうこんななんですよこれ全然全然全然お前ほんまやろなほんまですってほんまでますよねうわまた始まった何やってんのよお前ナイスでしょ。裏が白い。ドイツのやつでしょ。ほんまにやってる。ドローンってしたやつ。大きいわ。それを見てた話。フランクの話。フランクの話。フランクの話。いやでも絶対アピールやったと思うんですけど。日本は多いな日本はもう普通に食べたんだけど僕はそう見えたっていう宮川さんがそう見えただけでその人は普通にフランク好きなだけですじゃあ行くぞもういやあひよちゃんひよちゃんはいこれも5、6年ぐらい前ですかね急にお尻が痛くなってあらもう座ったら激痛ぐらいの、うん何めっちゃ痛い痛い痛いってなって、うん、もう普通に座ってられへんみたいな、うん、で自分のこうちょっとスフィンクスみたいな感じでこうなったら痛くないみたいな痛くないとこ探しててでもこれめっちゃ何普通になったら痛ってなるし、うん、でもしゃあないなってなっててで大阪でラジオをずっとやらせていただいてて、うん、そこはもう座らなしゃあないんですけどもうだからちょっとスフィンクスみたいな感じでこう3時間ぐらい喋らせてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いわってマネージャーに言うたら、うん、だから病院行った方がいいですと、うん、でわって言って初めてのとこですいません言ってあの受付してだから待ち合いでお待ちくださいって言ってわって見たら何人かいたはるんですけどみんな痛いから、うん、でそれぞれの肩っていうのがあんねんななるほどあのパッて見たら一人はあの外野手がフライ追いかけてるみたいな角度で座ってもう一人はもうリンボーダンスもうほぼ成功ぐらいの感じで座っ
てたりとか、ね、そこに俺はスフィンクスでまたこう入らせていただいたんですよ。ほんで予約してたからすぐ呼ばれて、で兵頭さんあすいません言って、うん、でまあちょっとまあパンツ脱いで見てもらったら、うん、痔瘻っていう病気だと、ね、海が溜まってると、うん、ストレスかなんかで溜まるんですと、これ手術した方がいいですってなったんですけど、今はできないから、うん、ちょっと海を今からメスで切って出しますって、はい、で思って、これ痛いっすよねって看護師さんとかに聞いたら痛いですって普通に言うんで、思いながらましてなしゃあないわ思って、あの足をこうやって置くような台のところに足置いて、お尻出してこういう状態ですね、足置いて折ったら、いまだに謎なんですけど、なんとかさんって言って言うたんです看護師さんの一人が。シャッてなんかカーテン開いて、まあおばさまみたいな人がわーって出てきはって、急に僕になんかこうハンカチみたいなのを出すんですね。でえって言うたら、痛かったら噛んでいいよ、うん、あ分かりました、急に僕の手をその人がギュッと握るんですよ、うん、ほんでじゃあそろそろまず麻酔いきます、うん、バーン行かれた時にむちゃくちゃ痛いんですよ、ほんで俺痛ーって言うたら、うん、その手握ってる おばさんが、うん、痛いね痛いね痛いねってなんか寄り添ってくれるんですよ俺が痛い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 って言うたら痛い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 って同じトーンで痛がってくれるんですよ何この人思うけど痛いしでもうわーうん痛いねってずっと痛い中ずっと言ってくれて、ほんで最後わーって終わってはーって放心状態になってる僕のところに、なかなかその辺で見えひん缶のポカリスエット持ってきて、はいって渡して去っていったんですよ、うん、ほんで何なんやろ思って、でも痛いから処置してもうて、ほんで待ち合い出てでお会計してで病院出ようかなと思ったら、他流派の方の方ですかね、奥の方で痛ーって聞こえたんですけど、うん、その後からまた痛いね痛いねってさっきのおばさんの顔したんですけどあの人はそれ専用なんかな、寄り添いがかり、寄り添いがかり、いや二郎はほんま大変ですよ、俺だってそうやからね、そこまで多分ひどくないと思うけど、ね、あのもう一個道ができちゃうのよね、お尻に、そう、そこに海が溜まるんすよ、浜田それ2個あんねんで、肛門が3つあるみたいな。サブローって呼んでるらしいです。サブロー。ジローやから。ジローじゃなくて。サブロー。そんな話どうでもええわ。行きまーす。おじゃ、初めて。はい。僕はね、結構海外旅行に行くんですよ、はいはいはい、それはもうお金のない時、仕事がない時からもうずっと行くんですよ、はいはい、でカナダに行った時があったんですよ、はいはい、で一緒に行った人が4人いて、でその人たちはもう英語も喋れて日本人 で結構個人的に旅もしてる人たち で結構お土産って苦労するじゃないですか、あんないつもチョコレートってわけにもいかないじゃないですか、で結構こっちはドラッグストアにいろんな薬売ってるから、薬いいよ、例えば風邪薬でもよく眠れるし、アメリカ人の体に合わせたら、で鎮痛剤もよく効くし、でなんか箱も結構可愛かったりして面白いからって言われたんで、ドラッグストアでいっぱい買ったんですよ、ごっそり、でそれをレジに出したら、そこの親父がえらい怒ったんですよ、お前こんだけ買ってどうすんだとか、お前こんな日本に持ち込めねえぞみたいなことを言われてるような気がして怖くなって、何も言わずにちょっと離れたんですよ、で一緒に喋れる人を連れて行って、なんかちょっと買いすぎたのか分かんないですけど怒られてるんですよすごいって言って、ちょっと通訳してもらえますかって聞いたら、お前ポイントカード持ってるかこんだけ買ったらこんなに買ったら3、4個タダになってるちっちゃい話やからえらい言われてたんですよ、でもそうやろな、まあまあ、めちゃめちゃいい人なんですよね、すごい優しい人なんだね、得することあちょっと愛のある話やな、そうか、なるほどいきます、取材をしていただけるということになって、なんかその雑誌がグッドロックスっていう雑誌で、はい、なんかちょっと見せてもらったら、ものすごい白黒のなんかこうアーティストの人とかがみんなこうグッと決めた感じで載ってる雑誌で、その方がちょっと取材をしてくれるっていうことで、でマネージャーがいついつ何時どこどこですで、分かったで、今回向こうの方の意向でほっこり兵頭さんはしてると、その兵頭さんをなんかこうかっこよく
スタイリッシュに撮りたい、はいはい、そういける言って、うん、なんかもうおはぎをマカロン風に撮るみたいな感じ違うんかとでこれいけるんかと俺はええよとおはぎのまま行くからあとは自由にしてくれたらいいとほんでその場所に行った時に、まあ、結構感じのいいスーツ屋さんでそこでかっこいいスーツも用意してもらって、もうなんかネクタイピンとか、なんかそんなも全部こだわったやつつけさせてもらってほんでそこにソファーがあったんですけど、じゃあ今から撮りますんで今日は兵頭さんのかっこいいとこちょっと撮らせていただきたいですってカメラの方が言うからはいって言ってじゃあ行きましょうかってなって僕こうやって座ってバシャって撮ったらそれいつもの兵頭さんですね今日兵頭さんマフィアになろうかってなってでちょっとあのね睨みつけてくださいあのカメラをあ分かりましたってなってパシャパシャってなるんですけど僕としてはちょっと気恥ずかしいというかそういう写真いつも撮ったことがないからいつも取材でちょっとアホな顔するんでちょっと睨みつけてあの撮られるのもな思いながら向こうの人はもうだんだん乗せていってくれてほんであの今もうデジカメやから何枚でも撮ってくれるんですよねほんでその場で確認できるしほんで兵頭さんちょっといいねもうちょっと睨もう睨もうこれはねどじったやつだよどじったやつ、はい、こいつを睨みつけてくださいパチャパチャってなって俺もこういう風な感じで見合ってたんです、はい、ほんだらいいねいいねってなってきてもっともっと睨んでもっと睨んでパチャパチャって乗ってもうだんだん寄ってきてもうこの辺までレンズ持ってきて、はい、こいつがどじりましたみたいな感じでパチャパチャって撮られてうーんってなっとったらたまにチラッと見ておーみたいな顔してくれるんですよ、はい、ほんで吉本のあのやつにもこうやって見せたらその吉本の関係者のやつもそれ見えおーって言うからちょっとおはぎもちょっとマカロン気分になってきていけるんちゃういけるんちゃうってパチャ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 次立とうか兵頭さん立ちましょうって立ってでこういうふうに腕組みましょうで腕組んで、 で見下ろしてくださいその人下行ってガヤーって取ってくれてていいな兵頭さんめちゃくちゃいいなでブワー乗ってきてその人がよし次帽子取ろう帽子取ろう帽子取ってみようパッて帽子取った瞬間にバチャかぶろうって言われて失礼やなこれはあかんかった気悪いわ何でも褒めてくれたのこれはあかんかった1枚だけ1枚だけ何枚でも撮れるはずやん撮るだけ撮ったらええやんなあとで消したらええやんパシャかぶろうって言われたらびっくりしましたいや面白いですね、どんどん行きましょうね、はい、もうね宮川はい行こうよ大悟これねね、うん、これ面白いですよ次おおおあのね、うん、この間あのお風呂屋さんに行ったんですよ、うんね、でお風呂屋さん行ったらあの兄弟のね小学生の、うん、まああの兄弟がお風呂にずっと入って遊んでたんですよ、はい、あの湯船のとこでねずっとキャッ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 言って、うん、で僕とそれのお父さんと、まあ、おじいちゃん一人と、まあ、5人ぐらいやったんですよ、うんうん、でまあ僕もまあいろいろサウナ入ったりなんかいろいろしてたらでもずっと入ってるんですよキャッ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 遊んでるんですよほんならもう次サウナからあの上がったらもうそのお父さんも上がって体拭いてはったんですよ、はい、ねほんで30分ぐらい経ってたんかなほんならガラガラって言っておいもう行くぞって言うてほんで兄弟がバーって遊んでてねほんでそこに僕サウナ上がったから湯船に浸かりに行ったんですよでここに2人いたんですよほんでだいぶ入っててほんでお父さんに呼ばれたから行こうまで2人が行って2歩ぐらい歩いたら弟のお尻から茶色の水がね、うん、ピャッて出てきたんですよ、はいはい、ほんで僕それ見た時にあ湯船で何回かアナル開いたんやなと思ってポッツってね、はい、で水が入ってまだ子供やし遊んでて、はい、またツッってね開いてまた水が入っててあそれで今出てしまったよなと、はい、茶色のお水がね、はいはいうん、あ茶色のお水出てると、うん、じゃあ兄貴はどうやるとで兄貴見たら、うん、兄貴出てへんかったんですよ、うん、あだからあ兄貴はあの湯船の中でつくって開いてあ開かなかったよなとつくっ、うん、だから出てないんだよなって思ったっていう話です、うんなんやねんこれ面白いですほとんど作って開かないですからほとんどの人は作って開かないのでそう言いたいだけやここで表現したもんねちゃんとそうねごめんなさいなんで今話この話チョイスしたんですかねそれは分かりません大好きさんしか分かりませんそれは大丈夫です、はい、もう一個素晴らしいの持ってますはい、はいはい、こ
これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほんで山の上で、うん、穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言ってお父さんと2人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、うん、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよ、で綺麗に見えてで見終わった後にほんな帰ろか言ってこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うてでええよ言うて大輔お前早なったんか言うて負けへんのちゃう言うてほんなら行くでよーいドーン言うてそのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、うん、でお父さんだいぶ先行って、うん、で僕真っ暗やから怖怖ってお父さん待って言うてガー走ってたんですよ、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行ってほんであの真っ暗なんですけどあの自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうんほんであもうあかんゴールや思ってほんでお父さんがよっしゃ勝った言うた瞬間にシャーンって言うたんですよ、うん、シャーン言うて、うん、うわーって言うてるんですよ、うん、ほんでバー近づいていったら、うん、その駐車場のとこに、うん、あの鎖が張ってあったんですよ、うん、で親父気づかんでよっしゃー言うたらシャーンって言うわーって言うとるんですよ、うわーって言うお父さん大丈夫言うてあかんわやすけー言うて来る時なかったよなこの二人はいこちらいきます、宮川分かったこれね、はい、あの僕幼稚園の時の話なんですけど、うん、仲良かった高橋君という、ね、同級生がいてで高橋君には2個上のお兄ちゃんがいたんですよ、ほんでお母さん同士も仲良かって、はい、高橋君とか遊びに行こう言って車で行ったんですよ、ほんで、高橋君とこ着いてほんでお母さんはお母さんと喋っててで僕らこっちで、遊んでたんですよ、で何しようやったらかくれんぼしようってなったんですよ、はいはいはい、ほんでその時僕が負けたんですよ鬼になって、はい、ほんで数えてたんですよ、ほんで、まあ、バーッと隠れに行って、うん、で90100もういいかい言うたらシーンってなったからよし探そうと、はい、で結構高橋君のとこって金持ちなんですよ、うん、で家が広いんですね、でいろいろ探してもいい日なんですよ、はい、でいい日ないい日なと思っててほんならそのお兄ちゃんの部屋ちょっとだけ空いてたんですよ、はい、でお兄ちゃんのとこかなと思ってパッてこう入ったらこうカーテンがね閉まってたんですよ、はい、であいい日なと思ったらでもパッてそれよう見たらカーテンがちょっと膨らんでるんですよ、はい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 、ほんであここに隠れてると思ってパーって行ってサッてめくったんですよ、はい、ほんならお兄ちゃんがあの弟のパンツずらしてお尻を見てるんですよ、ね、ほんで「あ見つけた!」って言ったら「シッ!」って言うんですよ、ほんで「えっ?」って言ったら「検査してる」って言うんですよお兄ちゃんの方が、はい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 、で「え検査してる?」って言うたら「お尻の検査してる」って言うんですよ、ほんで「お尻の検査してんや」と思って僕も何や分からへんけどこう正座でそのお尻の検査を見てたんですよ何か分からんけど、ほんでもうそのこの3人やったらこうカーテンなんですよ、分かります、はい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 、でこっちで太陽がバーン当たってるんですよ、ほんでほなずっとあーお兄ちゃんがずっと手開けてあーあー言うてるんですよ、でもう弟はもうずっとこうやってるだけなんですよ、ね、ほんで分かりましたお薬塗っときましょうって言うんですよお兄ちゃんが、ほんでお兄ちゃんこうシャッて出てまたシャッて閉めてほんでなんかあの動物の顔のノリあるじゃないですか、はい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 、スタッフをしないであれ持ってきて帽子パッと引き上げてでそのノリをお尻にガーン塗るんですよ、ノリパーってほんで、はい、パンツ上げてください大丈夫ですって言って弟パンツ上げてほんでそれで終わったんですけどなんか僕もたまらんお尻の検査してほしいなっていやなんでですか、なんでですか、なんか変な気になってきて、あの僕もお尻の検査してくださいって正式にほんならあいいですよって言ってほんでもなんかもう変な気分ですよ、はい、ほんで僕もこうパンツずらしてようやくこうね開けてもらえる時に下からおばちゃんの声でみんなおやつよってなったんですよ、はい、ほんならお兄ちゃんがやばいってなってシッって言って絶対言ったらあかんでって言ってあパンツ履きみたいになって、はい、僕もパンツ履いてまあ検査されずですよ、はいはい、で2回やったんで下降りて行ったんですよ、ほんなら種なしぶどうやったんですよ、おやつね、おやつが、ほんでこうって食べながらもう俺お尻の検査してほしいってしゃあなかったんですよ
横お兄ちゃんやったんで、もう我慢できんと耳元で後でお尻の検査してくださいって言う。ほんならお兄ちゃん出なくて、でも俺もうトウモロコシみたいにわー食べて早押してほしいから。ほんで終わったんですよ。ほんでお母さんらにバレるからもう一回じゃんけんしようみたいな、お兄ちゃんもう一回じゃんけんしようって、お兄ちゃんが負けたんですよ、はい、ほんで俺逃げることになって、はい、ほんでもう一目散に僕隠れるとこ決まってますからね、はい、もうあのカーテンの後ろでジャーなってもうダー待ってたんですよ、はい、ほなお兄ちゃんゆっくりキーって入ってきたんですよ。ほんでわーと思って、でじゃあお尻の検査しましょうってなって、もうすっごい嬉しいんですよ。やっとお尻の検査してもらえるみたいな。ほんでこうパンツずらして、ほんで初めてこうグッて広げられて、はい、もうなんかもうなってるんですよ。そう言うてるんですよ。ほんでわっみたいな、でグッて広げられて、もうなんかもうなんか気持ち的にはもうあーんですよ。ほんで分かりました言うて、でお薬塗っときましょうみたいな感じで、なんかパッと貼り付けられたんですよ。ほんで僕もプッてなってパッと見たら、パンツ履いてくださいって言われて、はい、パンツ履いたんですよ。ほんでまあそれで終わったんですよ、お尻の検査、はい、でもそのお尻の検査気持ちよくてしょうがなかったです、なんか変な気分で。ほんで何しててもずっとまたお尻の検査してほしいなと思って、でももうお薬出してもうたしなでやってたら、もうそろそろ大輔帰ろう言って、はい、で車乗って、はい、ほんならみんなこう送ってくれるわけですよ、はい、でブローン言って帰るね、またね言ってバーって言って、お兄ちゃんに僕またこうお尻の検査してくださいみたいな。ほんでお兄ちゃんみたいな。ほんでバー家帰って、で大輔お風呂入りなさい、みんなで遊んで汗かいてるから言うて、ほんで忘れてて お薬のこと、はい、ほんでこうパンパッて脱いだらポトってなんか落ちたんですよ、ほんで見たらあの種なしぶどうの皮やったんですよ。お薬が種なしぶどうの皮やったんです。そんな話ですよ。この後今夜の MVP の発表。松本さん笑ってはるこれ。笑ってはる。多分怒ってはるみたいな。危ない危ない。Storm was brewing, threatening to stay. But deep inside me, a feeling grew.Spark of hope, a vibrant hue. Sun through the rain, shining through the storm. A glimmer of light, keeping me warm. A gentle reminder that even in the dark, there's beauty to find.Beginnings fall. The raindrops fell, steady beam, washing away sorrows I need. With each drop, a message I heard of resilience.